よく言われるのが何書いてるか分かんないよとか、だから興味がないんだよとか、そういうことはもうずいぶん昔から言われてきたんですよ。だからそれは書家が分かるように書かなきゃいけないっていう人もいたんだけど、そこまで こちらからなんていうんですか、そういう方面に合わせなきゃいけないのかなとかね、そういうこともちょっと疑問には思ってたし、でもむしろ分かってもらえないんだったら逆に変に媚びを売るような作品を作る必要もないし、ある意味では純粋な芸術になりうるのかなとか、そんなふうなこといろんなことを考えて、いましたし今もそう思ってますけれども、書っていうのは今の昔はかなり一般的な芸術分野だったと思うんですけれども、時が経つにつれてむしろ限られた人がやる芸術分野に近づいてきちゃってるような、例えば書道人口は多いといってもお習字をしたりそういうところまででとどまってて、作品制作となるとやっぱりある程度限られてると思うんですよね。そうすると他の芸術の分野みたいにしてない人からも興味を持たれるものではないと思うんですよ、書っていうのは。やっぱしてる人しか興味を持たないというふうに今なっちゃってると思うんで、それを書をやってない、筆を持ってない人でも書を見てこれは面白いなとか、これはすごいなとか、これは変だなとか、何でもいいからこう感想を持たれるような、興味を持たれるような分野に なってもらうにはどうしたらいいのかなとかね、そんなことをこうちょくちょく考えてましたね。書っていうのは出来上がって展覧会場で見たりするとこれは視覚芸術になりますよね。で造形芸術の分野でもあるかもしれない、一時書なんかは。だけど実際問題は絵とは違って、起筆があって終筆があって、その途中にはいろんな線の動きが時間の中で動いていく線なわけじゃないですか。そうすると視覚芸術でありながら、時の流れをたどって見れる芸術でもあるわけですよ、思いますね。ただ前衛の場合でもそれもあると思うんですよね。線を引くっていうのは引くこと自体に時間があるわけだからね。神奈川の藤波宗信先生っていう僕より10以上上の先生ですけど、君も早く自分の線を持つといいよって言われたのが結構どう自分の線って何だろうっていうのがいつでも頭にあって、そんなものができるんだろうか、で今のじゃあ書いてるのは自分の線じゃないんだと、それのその言葉が今でもやっぱ残っていますね。だからいい言葉いただいたなと思ってますね。飛躍を感じたことはもうあんまりないんですけれども、そう挫折とまで言うようなあれもそんなにないんですよ。なんかもうちょっとこう平穏な時を過ごしてて、心の赴くままにの運筆を心がけていますと、それしかはないんで、そうですね、大層なことは言えないんですけどね。結局今もう60、もうすぐ65になるでしょ。まあ二十歳ぐらいからやってももう45年やっててね、ろくなものもできなかったものがね、あと残りの何年あるか分かんないけど、そこでできるとも思えないんだけど、でもできたらまあ今までよりも少しでも表現が変わってきたり、線が良くなったり
そういう風になってくれたらいいなというふうには思いますので、そこを目標にしたいと思います。